ほら、これだってバランスボールで平衡感覚を鍛えたり、腕立ちして上腕二頭筋を鍛えたりと、うん、役作りのために頑張ってます、生田斗真君みたいな。何を言うと何言うとお前。はい、すいません。楽屋ね、うん、まあ、楽屋じゃないでしょ、まあだからね。前室と呼ばれるね。そう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 。ドラマのスタジオには、まあドラマ、映画でもそうなんだけど、スタジオには、前室と呼ばれる、役者スタッフがこうスタンバイするお部屋っていうのがあるんですね、うんうんうん、で僕らはそれ以外にも楽屋というものを用意してもらえるんですけれども、その楽屋は結構こうスタジオから離れてたりして、その前室っていうのがこうちょっとこう休憩したり、あとはメイク衣装を着替えたりする場所なんですけども、まあね、これに関してはね、花盛りをやってた時から僕らはそうでしたよ。そうだからね、うん、まあ、楽屋ね、用意してもらってるけど、してもらってるけど入ったことない、ほぼないよね、うん、分かんないけどね、現場のそばにいるのがやっぱり好きなんですよ、うん、でこの出番が終わってもなかなか帰らないっていうのはどういうこと。いやだからね、気づいたらいないんだよね、みんな。え、気づいたらいないんだよ、移動しちゃってるってこと。だから要はそれこそ共演者のね、うん、それこそ大野くんとかさ、うん、お疲れしたーっつって、まあなんかこう、まあ軽くお茶でも飲んでさ、うん、スタッフさんと話したらさ、話したりすると、なんか小1時間ぐらい経ってたりとかする。なるほどね。みんないないんだよ、急に。そうするともう君だけなんだ。そう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 。でなんかもうスタッフのみんなもさ、撤収とか始まってさ、うん、もうぼちぼち帰ろうかなみたいな。それはもう昔からもともとそういうスタイル？もともとそうだね。うん、一番に帰るのが嫌なんだよね。うん、わかるわかる。それこそね、さっきそのメールにも書いてあったけど、うん、俺が帰った後に、なんか面白いことあったら、すげえ嫌じゃん。なんだよ。そのぐらい我慢しなさいよ。次の日さ。こんなに面白ハンターかお前。次の日とかさ、うん、いや昨日さ、みんな帰った後にさ、こういうことあったんだよっていうのについていけなかったら。もうそういうとこ入れないの一番嫌なタイプよ、ね。嫌なんだよね。ね。そうなんだ。面白ハンターだからね。全部レッツハンティングでしょ。そうなんだよ、ハンティング、そうなんだよね。そして廊下や現場をすぐ走り回ると。そうかな。いやでもこれだってほら今回走ってね、ドラマの宣伝でも走りまくってる生田斗真君がいるわけですよ。街の中だってバーって走ったり、そのために走り回ってますと。どうだい、どうだい、出た親父。親父、おぐり父、おぐり父と。ですよ、これは、走ってると、うん、それも役作りだ。わかんねえ、なんかね、気分がそうなってんでしょ。気分がない、もう走りたいんでしょ。走りたいんだよね、うん、もう捕まえに行きたいわけでしょ。そうなの。そこもハンターなわけでしょ。うんうん。最近は竹内まりやさんがそう、あのね、メイク衣装チームとかが、うん、まあいつもね僕は音楽かけてるんだけど、うん、なんか竹内まりやとか入ってないのみたいな話になって、うんうん、もう入ってますよと。入ってますわね。トマさんの音楽プレイヤーには、無数の曲が入ってます。そうなんですよ、まあ、それメタリカ、デデン、メタリカ、ガンズ&ローゼス、そう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 、そういうのもありつつ、ありつつ竹内まりや的な、竹内まりや的なちょっとこう癒し系のね、癒し系のねものもある。まあそれをかけてたらこうなんとなくそれがこう浸透して、うん、こうちょっと疲れた時にはトマ君マリアかけてよみたいな、マリアかけてよ的ななりつつ、なりつつ、そしたらこう元気を出してがね、うん、今こう現場で割とみんな聞いてるっていう、うんうん、なるほどね、話ですよ。そっかそっか。でもこの出番が終わってもなかなか帰らない、俺も人のこと言えねえからな。でしょ、俺もずっといるからね。花盛りの時とかもうだって最終的にもう2人だったもんね、うん、最後の方ね、スタッフさんも帰ってんじゃないかぐらいの勢いで俺らいたもんね。そう、うん、なんかわかるでしょ、うん、わかるわかる。か自分が帰った後になんか起きんじゃねえかとかさ、うん、もうあるでしょ絶対。いやっていうよりもね、ただ話したいんです僕は、うん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 、そうね、うん、自分が帰った次の嫌なことあったよって聞くのはそんなに、ああ、うん、なるほどね、気にはならないけど、うん、まあ嘘だなそれは、気になるわ。でしょ。だからさ、夜中にそれこそさ飲みの誘いとかあってさ、うんうん、行かないとするじゃん、うん、行かなかったら、うん、そこでなんかまた面白いことあるわけじゃん、うん、絶対的に損したかもって思うよね。そう、そこに参加できなかった自分もあるしね。 それはあります。だ突然の電話にも 時折なるべく反応できる自分でありたいと思ってますよね、うん、そうだよね。で結構だから俊くんもいや今日ちょっと無理かもなとか言いながらも、うん、
ちょっと来たりすんじゃん、うん、なんかその感じなんだよ、だから、うん、ちょっと行、ね、ってこうあの時ああだったよねみたいな話についていきたいみたいな、うん、あと結構俺さあるのがさ、トーマから今日何してんのって来てさ、ちょっともう今日は無理だなって言った後にもさ、トーマそれからどうしたどうなってるそうそう、ちょっとチャンスあるかもみたいなメール送るよね自分で断っといてね、うん、どうだったのみたいなの、うん、結構あるね、うん、あともうね一個だけ、あの本当にね、俺トーマに電話するといつも変な名前を言うわけですよ、トーマに、なんとかさんとかっつって変な風に俺がね、そうそう、これ本当に俺のくだらない冗談ですよ、生田トーマさんじゃないですか、だからね、俺がね、電話でね、あ、もしもし、生稲子さんですかって言うと、あーい、そうだよーって言うの。その、そうだよがね、ひどいんです。全く俺の最初の、そんなこと聞いてないの。もう、トーマ多分電話かけてきたら、そうだよって言うために用意してるわけですよ。ね。小栗旬の一ボケを、スルッと鳴らす。スルッと鳴らす。あ、もしもし、なんだかさ、あんじゃん。あ、そうだよ。で、何これ、すげーショック。俺結構考えて渾身の電話なんですよ。いつも、うん、そうだよ、何って。もう、そうだよ、何はもうセットなのよ。うん、そうだよ、何は、トーマが電話を取って、トーマって言われたら、うん、そうだよ、何がって。お前はセットなんだろ？セットなんだろうね。ということで、生田さんにはこの後もお付き合いいただきます。さあ、ここで一曲お聴きください。嵐で、ワンラブ。オールナイトニッポンを聞いてくれてる皆さん、どうも僕です、小栗です。実はこれから生田斗真くんにドッキリを仕掛けます。僕は次のお知らせの間にスタジオを出てドッキリの準備をします。うまくできるかどうか分かりませんが、生田くんがどんなリアクションをするかみんなで楽しみましょう。もちろんこの声は斗真くんには聞こえていません。小栗頑張ってきます。ドッキリ応援してください。マグロ、小栗旬のオールナイトニッポンではラジオの前の君からのメールを待っています。受付メールアドレスはすべて小文字で ogri@allnightnippon.com、 ogri@allnightnippon.com、 ogri のスペルは OGURI です。僕小栗旬への質問や伝えたいこと、ツッコミダメだし何でも OK、 たくさんのメールお待ちしてます。さあ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 、生放送ですが、生田斗真ですけども、大事件です。小栗旬がトイレから帰ってこないというね、事件が起きましたねえ、これ本当はね、小栗旬に1000の質問のコーナーでね、旬くんに1000の質問をね、メールで募集してそれを答えるという企画なんですが、帰ってきませんということで、どうしますかこれ。なんか生田斗真のオールナイトニッポンみたいになってますけども、旬くん早く帰っておいてメール見ますか、じゃあ読みますかね。福岡県の里美さん、小栗さん、生田さん、こんばんは。今日は久々の生田さんの登場に朝からテンション上がりまくりです。そんな二人に質問です。ドラマで自分の役が決まってから実際に撮影が始まるまでの間にいろんな役作りをすると思うのですが、具体的にはどんなことをするんですか。何か見に行ったりとかもするのですか。今までの作品での役作りとかもよかったら教えてください。というわけでですね、いや、これ俺答えていいのかね役作りか。僕はですね、まあ、あの今回の魔王のね、あの撮影入る前にですね、まあプロデューサーとか監督の方々からですね、オールドボーイという、まあこれもあの韓国映画なんですが、オールドボーイを見ましたね。それもちょっとね、復讐系のお話なんですけれども、ちょっとねハードな感じでね、とても参考になりましたね。はい。あとはそうですね、まあ旬くんのあれです、それこそね、この間やってたクローズも見ましたよ。クローズはね、映画館でも見たし、旬くん家でもDVD一緒に見せてもらって見たりとかもしましたね。いいじゃないですか、クローズ。ああいう僕は学生のちょっとなんていうんですか、悪い感じとか喧嘩っ早い感じとかは僕はちょっとやったことないので、いいなーなんて思いながら見てましたけどもね。